鳥名詞同士がたまには「俺んち来いよ」みたいな感じで、これだったらってねえ、元でも分かんないし。輝いて生きるヴィーガン歴39年の大谷由美子です。夢はジャパンズヴィーガン未来食つぶつぶで日本から世界を健康にすることです。サバイバル一人飯、今日のメニューは雑穀ご飯の味噌風味おやき、ね、雑穀ご飯でもうこれ一つでこうお腹いっぱいになっちゃう料理を紹介します。具は何でもいいんだけどね、そろそろニラとか美味しい時期なんで、ニラ、ご飯、ぬるま湯、小麦粉、味噌、そして何か好みのちょっと香り野菜、ちょっと細かめにしようかな、2センチくらい。お塩をちょっと入れる。そうするとお塩入れると、いつも言うようにお塩には野菜の中から水をぐーっと引っ張り出してきて、私の母とかはね農家の娘だったんだけど、その野菜が汗をかくって言ってて、野菜が汗をかくように水が出てくる。ね、でその時にこのちょっと余分な水とともに、なんかこう苦みとかそういうものも消えるんだよみたいな感じで、でこれを今日はニラをちょっと絞ります。よいしょ、もんでよくもんで、ちょっとまあもうちょっと置いとこうか。でこの後から絞って入れます。ぬるま湯でね、お水で溶く代わりにご飯で小麦粉を溶きます。ちょっとご飯が少ししかないけど余ってて炊くのもなーなんて思う時に結構便利。小麦粉だけよりもはるかにエネルギー高いし。じゃあここにギュッと絞った、まあ、ほとんど出ないんだけど。それでも絞ったからニラを入れます。あ、なんかいい香り。塩味も適度に効きながら、余分なものがね結構外へ出てるんですよ。こうさりげなくこのボウルの中にね、エネルギーがちょっとつまみがすごくいいんだ。このニラっていうのは本当に、まあ、野菜全体がね穀物とかから見ればどちらかというと冷やすっていうか、陰なもののこう塩とちょっとこうすることで、そのすごくチューニングされたニラになっているのね。でこのチューニングされたニラをこれによく混ぜて、でここにこの味噌と小麦粉を入れておやきにします。でこれね薄く焼いた方が美味しいので、何枚か作れる、これだけで。ね、このご飯だけだったらなんか「あ、こんだけ」って、これしか残ってないって感じなんだけど、ここに味噌を入れます。今日は大さじ3杯。そして味噌おじやみたいな感じだよね。この味噌味のこの汁をで小麦粉をご飯、味噌味のご飯入り汁で小麦粉を溶きます。でこれ意外と小麦粉ってダマになりやすいんだけど、この中に入れるとねもうダマになりようがないっていう感じで、うまくこう間に入ってねちゃんと大丈夫なので、ちょうどほんのり味噌味のついた汁のところに入れていきます。小麦粉ね、すごい錬金術みたいに増えていく。どんだけお焼きできちゃうんだろう。でこれを焼きます。まずフライパンをちょっと熱く少し温めてながら、ちょっと油をして、なんか粉の濃さがいいかどうかちょっと試し1枚試し焼きかな。でちょっと1枚だけ試し焼き、あ、いい感じ。なんかいけそう。このままいっちゃえ。これ何枚できちゃうんだろう。これは子供たちにねボン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 食べて、まあ、なんか一人飯にはこれ半分でいいかも。半分なんかついうっかり、私大家族だったんで一人飯と言いながらこんなにいっぱいのを作っちゃった。あ、美味しそう。でこれね薄いのをギュー、このおやきってねこれギューっと焼くと美味しい。ギューこのおつっていうのもね、押して焼くか押さないかで、これ妖精な力なの。だからぐーっと押したり、あと料理って蓋をすると妖精になったりとか。あ、いい感じいい感じ。ほらほら、このカリカリ具合。ちょっと試して、この硬さでいい。あ、見てこの色。なんか味噌が入ってるから香ばしいんだよね。でこうぐーっと押して、これが一番最初で美味しく焼けてる。いただきます。お先に。なんか何が入ってるのかわかんないんだけど、カリカリで美味しくて、トロトロで香りもして、ほのかに味噌が味引いてるから、もし欲しい人はね、これもうちょっとお醤油とかちょっとつけても美味しい感じ。中華でもないのに中華のニラおやき知ってる？ニラおやきとかね、昔中華大好きだったから食べたいなと思うんだけど、ニラおやきって書いてあるけどひき肉いっぱい入ってたりして、でラードいっぱい入ってたりして外で食べることできないんだけど、これねニラおやきみたい。でもこれ実は焼きおにぎりなんだよね。小麦粉でつないだおにぎりでもね、ご飯が入ってるって分かんないの。ちょいカリ、ほらこのくらいのこの色ね、こんな色に焼けると美味しい。でこれ一人ね56、あでも半分作ったらね、でも意外と食べちゃうかも。なんかパーティーとかによくないね、一人飯同士がたまにはね、俺んち来いよみたいな感じで、これだったらさね、元でも分かんないし、すっごい楽しめて。で中華風ニラおやきがあっという間に、でも実はご飯という、ですっごい辛いの好きな人はこれに唐辛子味噌なんかつけちゃって、あるいはにんにく味噌のせたりして食べたらいいよね。今日はニラだったけど何入れても大丈夫。でもね香りがあった方がみんなは好きかもね。あとは好きなものを入れて、このご飯味噌味ね、ご飯おやき、雑穀ご飯ちょっと余ったらおやきでパーティー。またおにぎりとも違うね、好み焼きとも違う、本当にご飯おやき。じゃあどんどん盛って山盛りにしてレッツパーティー。おやきです。さあね、これまだね半分しか焼いてないのね。あれだけのご飯が、料理ってまさに錬金術。ちょっとの材料で何人もが大満足の感動の本能をくすぐる美味しさ食べられちゃう、この技術日本だけです。あんまりこれがね、もう本当に味噌が濃くてしっかり味噌味とか言うと飽きちゃうので、ちょっと優しめにしてるんだから、もっと強烈なのが良かったら味噌増やしてくれて構わないんだけど、これを焼きたてをですね、まずこのまま食べる。いける。でさらにやっぱお醤油ってまたね万能調味料なのね。なのでお醤油がさらにつくと、それこそニラおやきで、この小麦粉の間に挟まれた炊いたご飯や雑穀、実は五穀ご飯だから全部で6種類の穀物入ってるね、この中に。その一つ一つがこの舌に歯にこうプン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 ってこう弾力をくれるから、食べててもなんだろう、単純じゃないの、すごい何とも言えない公共、なんだろう、公共価格みたいな、カルテットみたいなのかな、あれカルテット4つだもんね。もっと本当にたくさんの大地の恵みのエネルギーハーモニーがチューニングされてここにあるっていう感じ。途中でやめられないぐらい美味しいですね。食べてる、早く食べさせたい。でも食べさせられないのでね、早速すぐできるでしょ、すぐやってすぐね。こういう料理があれば、いや、味噌汁とかしなくても本当にこれ食べてるだけで、これにちょっとお漬物なんか食べてるだけでぐんぐん元気になれる、本当に波動アップパワークッキングって、その秘密は雑穀と、そして塩と味噌ね。味噌が美味しい、皆さん味噌が美味しいにまだまだ珠玉の4行レシピが載ってるので、よかったら買ってね。さて今日はここまでです。次はどんなメニューになるのかな。続きを見たかったらチャンネル登録よろしくね。それでは次の動画でお会いしましょう。